よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。
速攻で蹴りをつける。よし、はあ、さてと、エニグマ駆動。やっ、行くぞ。えい、はっ、はっ、私の番ね。エニグマ駆動。行くぞ、任せてくれ。さあ、私の番ね。俺の番だな。エニグマ駆動。さてと、やっ、任せてくれ。任せて、みんな頑張って。ありがとう。行くぞ。さい。私の番ね。うわっ、俺の番だな。よし、え、やっと、任せてくれ。えい、行くぞ。えい、はっ、さてと、えい、ありがとう。任せて、そこ、俺の番だな。セット。悪いな、先に行かせてもらうよ。
手ごわいぞ、気をつけろ。了解です。行くよ。よし。はあ。やれやれ。よし。私の番ね。エニグマ、クドー。さてと。行くよ、グラッツェ。さてと。任せて。行くぞ。セイト。行くぞ。さあ。はい。えい。ありがとう。行くよ。それ。さてと。そこ。よっ。やれやれ。私の番ですね。えい。
俺の番だな。えいでっ、僕の番だ。今だわ。みんな行くわよ。僕の番だ。行くぞ。それ。援護するぜ。まずいね。それ。助かります。まだやれる。行きます。目標を撃破します。負けるか。まずいね。まだやれる。それ。ありがとう。立て直さないと。えい。グラッチ。負けられない。めった負けるか。それグラッチェ。ありがとう。なんとかしないと。グラッチェ。よし、そこ。僕の番か。俺の番だな。やっと。私の番ね。
甘いね。甘いね。助かります。甘いね。さてと、全然やれる。さあ、で。
ずい。任せとけ。今のはみんな、うわっ！
負けるか。それグラッツェ、立て直さないと。やっ、ありがとう。負けられない。面倒だな。それ。俺の番だな。やっ、はい、やっ、やれやれ。私の勝ち。俺の番だな。やっと。はい、やっと。上出来かな。お疲れ様。
どうしますか？どこに行きますか？お安い御用です。お待たせしました。それでは。わわ、大変でしたね。おめでとうございます。ランクアップしました。お疲れ様です。自分を責めてはいけませんわ。ああ、それにマリーは必ず見つかるさ。だからサニータ、元気をお出し。ああ、君たちは。まあ。どうもこんにちは。依頼を拝見して伺いました。ちゃんと見てくれたんだね。ありがたい。正直なところ、警察というよりギルドに頼むような内容かとも思ったんだが、君たちのことが頭に浮かんだから頼らせてもらったんだ。ええ、そう言っていただけるとこちらもありがたいです。なんでも子猫のマリーちゃんが行方不明ということですが、一体いつからいなくなったか分かりますか？ああ、はっきりした時間はわからないんだけど、昨日の夕方過ぎからなんだ。家族みんなで東通りの露店を見ているときにサニータが気づいたんですの。目を離している隙に突然いなくなってしまったみたいで、その後商店街の皆さんにも手伝っていただいて付近を探したのですけれど。ああ、それで夜になるまでみんなで探したんだけど、結局見つからなかったんだ。お父様は嘘つきですわ。今朝になれば帰ってくるって言ったのに。すまない、サニータ。サニータちゃん。ちなみに、何か目撃情報はあるんですか？ああ、といっても、すべて昨日の段階のものだけどね。それらの情報によると、さすがに街道には出ていないようなんだけど、中央広場方面へ向かうマリーを見たという人がいてね。昨日はもう夜も遅かったから、それ以上は追い切れず捜索を切り上げたんだけど。で、音沙汰なく今朝に至るってわけか。となると市内であればどこへ行ってても不思議じゃねえかもな。つまり捜索範囲は市内全域ってことかな。もう少し何か手がかりが欲しいところだけど。失礼ですが、これまでにマリーちゃんが出て行ったことは？いや、それが一度もないんだ。何しろマリーは
サニータによく懐いていてね。それに臆病な子だから自分から離れてどこかに行くのはどうにも考えづらいんだよ。だから何かの拍子で僕たちを見失って迷子になったんだと思うんだけど。なるほど、そうですか。とにかくまずは町に出て探してみるしかないのかしら。なあ、とりあえずはそこから始めるしかなさそうだな。僕も落ち着いたらまた探しに行くつもりだけど、長丁場になりそうだし、もし他に用事があれば先に片付けてくれて構わないからね。そうですね。いえ、他は大丈夫なのですぐに捜索を始めたいと思います。そうか、助かるよ。じゃあロイド、まずはどこから調べるの？そうだな、昨日の繰り返しになるかもしれないけど、まずは足取りを追う意味でも東通りから調査すべきだろうな。ま、妥当っちゃ妥当か。捜査の基本ってやつだね。ちなみにこの東通りでマリーちゃんが行きそうな場所に心当たりはありますか？ええ、それなら露店にある魚屋さんですわね。この辺りでは一番のお気に入りの場所なんですの。ああ、今朝は確認してないけど、もしかしたらひょっこり姿を見せているかもしれないし、店主のマルテさんには昨日捜索を手伝ってもらったから来ていればわかるはずなんだ。よければそちらの方で話を聞いてきてもらえるかい？なるほど、わかりました。ところでボンドさんの方はこれからどうされるんですか？幸い今日は仕事も休みでね、もう少ししたら昨日の続きで捜索を始めるつもりだけど、東通りの人たちには昨日のうちに大体声をかけて回ったからね。今度は中央広場の方を地道に回って情報を集めようと思ってるんだ。何かあったらいつでも声をかけてほしい。了解っす。それじゃあまずは露店の魚屋で聞き込みかな。あ、早速向かおう。おや、何か用事かい？ええ、ちょっとお聞きしたいことがありまして。ああ、ボンドさん一家の子猫だね。警察が探してくれるなら安心だ。でも、あいにく今日はまだ見ていなくてね。念のために置いてあったあの子の好物の干物もそのままだったし、少なくとも昨晩からここには来ていないんじゃないかね。そうですか。あのご家族にはいつもひいきにしてもらっているし、力になってあげたいんだけど、なんとか見つけてあげてちょうだいね。ええ、もちろんです。ご協力ありがとうございました。まずは空振りか。
ロイドさん、この後はどうするんですか？ああ、とりあえずは周辺で一通り聞き込みを行って、あとは捜索範囲が広がってしまうけど、サイトの花に頼るしかないかもな。それはいいんだけど、ティオちゃんがいない状況でちゃんと意思疎通できるかしら。そうなんだよな。でもまあ、そこはなんとか身振り手振りで。あれ、何してんの？ランディー兄に、お兄さんとお姉さんたちじゃん。こんなところで何してんのさ。どうでもいいだろうが、とっとと失せろ。もう釣れないな。それじゃあそっちのお姉さんの体に聞いちゃおうかな。また思いっきり揉んでみたいし。見ての通り、特務支援課のお仕事でね。君たちに関係のある話じゃないから、絡まないでくれないか。別に絡んでるつもりはないんだけど。ちなみにどんな仕事なの？はあ、仕方ないな。それでそのマリーって子、これからどうやって探すの？ああ、これから警察犬の力を頼って匂いをたどろうと。それじゃダメだよ。え、お兄さん、犬は詳しそうだけど猫についてはまだまだだね。もっとさ、マリーって子の気持ちになって考えてあげないと。どういうことだ。詳しいことは知らないけど、その家族最近引っ越したんでしょ？だったら答えは一つだと思うけど。そうか、どうして気づかなかったのかしら。住宅街だわ。ほう、そこに前の家があるんだ。そうか、マリーは初めから家に帰ろうとしていたんだ。ただし、新しい家ではなく、前に暮らしてた住宅街の家の方に。なるほど、確かにそれなら筋は通りますね。どちらかというと犬は人に、猫は家に馴染むというからね。飼い主とはぐれた後の猫の行動パターンを考えればすぐに分かるわけか。確かにコッペなんかも支援課のビルから離れねえしな。そういうこと。それじゃ先に行ってるからね。まさか首を突っ込むつもりなのか。みたいだね。まさに気まぐれな子猫、いや虎の子と言うべきかな。シャレになってないんだけど。どうしたものかしら。ま、ドンパチが絡まなきゃそこまで危険なやつじゃねえ。すぐに飽きるかもしれねえし、様子を見てみるとしようぜ。わかった。俺たちも早く住宅街に行こう。
あんまり遅いから勝手に探し始めちゃったよ。それでどこの家なのさ。ああこの家だけど、って君の動向を認めたわけじゃないんだけどな。ねえお姉さん、犬派と猫派どっち？私？どちらかというと猫派かな。シャーリーと同じだね。諦めろ、何を言っても無駄だぜ。はあ、そうみたいだな。支援課とか言ったか。その説はどうも。ちょっと話を聞きたいんだけど、いいかな。へえ、猫ね。そういうことかよ。心当たりあるみたいね。お互い時間を取るのもなんだし、とっとと話しちゃくれないか。どうすっかな。ユリ、どうするよ。そうだな、例のふざけた取り締まりで世話になったことだし、それなりの誠意を見せてほしいところだよな。土下座とか裸踊りとか。そりゃいいや。そういうわけで土下座か裸踊りに決定。ああ野郎の裸とかいらねえから。この人たち思った以上に最低。やれやれ、何か勘違いしちゃってるみたいだね。ちっ、脅すわけにもいかねえし。ああここは俺に任せて。ねえねえお兄さんたち、なんでこんなのに手間取っちゃってるわけ？え？はいはい、さっさと吐こうか。それとも抵抗して胃の中全部ぶちまける？おい、いきなり何を。このガキ、有利に何しやがっ。うざいな、こいつ殺しちゃうよ。ちょっと待った。さすがにそれは。やれやれ、お前らとっとと言う通りにしろ。そいつはやばい、ためらいなく本気でやるぞ。分かった、言うから。猫なら来たよ、あんたらが来るちょっと前だ。軽く脅してやったらすぐに飛び出していったんだ。だからまだ近くにいるんじゃねえか。これでいいだろ。ユーリを離してやってくれ。へえ、かわいい子猫を脅したんだ。それってこんな感じ？お兄さんもこうなりたい？よくわかってんじゃん。さてと。どうやらマリーは近くにいるみたいだよ。急いで探しに行こう。ご協力
感謝するよ。ちなみに彼女は警察とは何の関係もないから、猫に噛まれたとでも思うんだね。うっせえ、とっとと行っちまえ。お前たちただで済むと思うなよ。それじゃ次行ってみよう。なんというか、ええ、すごい迫力だったわね。あの細腕で大の男を二人も吊るし上げてましたし、さすがは最強の両兵団の娘ってところか。さっきの殺気はランディにも通じるところがあるよね。一緒にすんなっつの。もう何してんのさ。早く行かないと見つけらんないよ。ああ、すぐ行くよ。ねえ、ロイド、あれ？ああ、たんまりだろ。やっと見つかったな。行っちまったか。でも、あとは捕まえるだけだね。ああ、すぐに後を追う。いたぞ。ここからはちょっと慎重になった方が良さそうね。ああ、これ以上他の外区に行かれないよう回り込もう。俺とエリーを迂回して行政区方面から近づくから、ノエルとアジは裏通り方面を。了解です。いや、ランディと君はこのまま住宅街方面から頼む。あった。包囲戦だね。さあマリー、こっちへおいで。心配しないでいいからね。私たちがお家に返してあげるから。マリーちゃん、怖がらないで。勘弁しておとなしくしてくれるかな。ほらほら、何もしないよ。こういうところは変わらないな。猫だ、超かわいい。しかもまだ子猫じゃん。癒されるな。しまった。な、アルカンセルに。ものすごい勢いでしたね。とにかく俺たちも中に入るしかねえな。うんうん、もう袋のネズミだろうしね。ああ、皆様、ようこそお越しくださいました。今、子猫が突然入ってきて、ものすごいスピードで駆け抜けていったのですが。ああ、すみません。実は俺たち、その子猫を追っている最中なんです。その、劇場内を探しても平気ですか？ええ、むしろそうしていただけると助かります。
本日は夜に各国首脳を招いてのステージを控えているのですが、ちょうどアーティスト全員が休憩しているところでしたので。よかった、それは好都合でした。それじゃあパパッと探します。ちなみに子猫がどこに向かったかご存知ですか？それが申し訳ないのですが、あまりにすごい勢いだったのと突然の出来事だったもので、詳しい、ただその階段を駆け上がっていったのは間違いありません。なるほど。となると手分けして探した方が良さそうだな。そうね、分担はどうしましょう。ちょうど扉が3つあるから2人ずつに分かれていく。そうだな。じゃあシャーリーはお兄さんと一緒に行動するよ。え？ちょっと待って、どうしてそうなるの？お、なんとなく。あ、ひょっとしてお姉さんたちが一緒にお兄さんと回りたかった？そんなことは。そういう問題じゃなくて。なんだか面白いことになってるな。お前、人事だと思って。まあ、ここまで来たらおかしな真似はしねえだろう。シャーリー、ロイドに変なちょっかいかけるんじゃねえぞ。はいはい、分かってるって。お兄さん可愛いけど、シャーリーの趣味とは違うしね。可愛いって、はあ、まあいいや。とりあえず手分けして劇場内を探すことにしよう。みんな一通り調べたらエントランスに集合してくれ。それじゃあ早速マリーを探そっか。ああ、もちろんだ。しかしこうして話してると無邪気で気まぐれな女の子にしか見えないけど、さっきドラ息子たちを脅かした殺気は本物だった。一体どっちが本当のこの子なんだ。あれれ、どうしたの？ひょっとしてシャーリーに惚れちゃった？惚れません。とりあえず2階の S 席を調べてみよう。イエスだ。さて、マリーはいるかな？よし、それじゃここは俺に任せてくれ。まあいいけど。お手並み拝見だね。さあマリー、安心してこっちに来るんだ。邪魔をしたようだね。ごめんなさい、いいところだったみたいなんだけど。いや、俺の爪が甘かっただけさ。とにかくすぐに後を追うよ。念のためエリーたちは反対側からエントランスに向かってくれ。え、分かったわ。それじゃあとっとと追いかけようか。あれはもしかしてリーシャか？やっぱりリーシャじゃないか。
アーティストは全員休憩中だったんじゃないのか。あ、ロイドさん、昨日の夜遅くに衣装を修繕してもらっていて、本番前の最終チェックとして衣装合わせをしていたんです。それよりも子猫が入り込んだそうですね。ああ、そうなんだけど、ってあれ、俺たち逃げた子猫を追ってここに戻ってきたんだけど。なんだ、そうなのか。少なくともこちらには来ていないと思いますけど。いや、みんなお揃いだね。そうみたいね。それにリーシャさんまで。宇和島エリー、その様子だと見てないようだな。すると俺たちが見失ってから誰もマリーを見ていないのか。玄関は閉じてもらったし、やっぱりこのホール付近が怪しいんじゃないかしら。どこかの影に隠れてる可能性はありそうだ。そうですね、一度全員で探してみましょうか。ま、それしかなさそうだね。あの、こちらの女の子は？ああ、その子は。お姉さんすごいね。さっきから狙ってるのに全然隙がないんだもん。そいつは俺の不祥のいとこでな。あ、まあ気にしないでやってくれ。ランディさんのシャーリー・オルランド、シャーリーって呼んでね。いや、お姉さんのことはアルカンシェルの舞台で見たけど、こうして近くで見るとまた破壊力は格別だね。いいなぁ、大きくて羨ましいよ。それってすでに私は一度被害に遭っているから。いいじゃん、減るもんじゃないんだし。これも何かの縁ってことで。あれ、あ、あんなところに隠れていたのか。私追いかけてきます。俺が二人のフォローに回るよ。また逃げてくるかもしれないし、みんなはここで待機してくれ。了解しました。今度こそちゃんと捕まえられるといいね。
鮮やかな手並みだな。ねえ、それに信じられないくらい軽やかな身のこなしでした。そうだ、誰が装置を動かしたのか確認しないと。それじゃこれから一緒に降りるから、もう暴れちゃダメだよ。何さいきなり。あ、まずい。わお、ナイスキャッチ。どうやらなんとかなったみたいだな。ありがとう。お姉さんには助けられちゃったね。ああ、俺からもお礼を言わせてもらうよ。いえ、とっさに体が動いただけですから。それに私が出しゃばらなくてもシャーリーさんだったら子猫を助けていたと思います。そうなのか。へえ、わかるんだ。確かにあのタイミングなら飛び込んだら助けられたけど、とりあえずお姉さんのジャンプとダイナミックな胸の動きが見られたから満足かな。シャーリー、ご愁傷様、ビーシャさん。それにしても本当に申し訳ありませんでした。まさか舞台に子猫がいたなんて。なのに確認もせず点検のために装置を動かしてしまって。まあいいんじゃない。誰かが怪我したわけでもなし。ええ、ですからそんなに気にしないでください。とりあえずそろそろボンドさんのところに戻りましょうか。そうだね、今も心配して探している最中だろうし。ミーン。元気だなこいつ。そうね、さっきまであんなに怯えていたのに。だってそれが猫だし。この子が言うとものすごく説得力があるような。それじゃあ俺たちこれで失礼します。ご協力ありがとうございました。いやいや、とんでもありません。どうかお気をつけて。あ、ねえねえお姉さん、お姉さんのことリーシャって呼んでいいかな。ええ、もちろん構いませんよ。ありがとうリーシャ。それじゃまたね。ランディさんの人、あれの噂のブラッディー。には何とお礼を言っていいか。我が家の大切なマリーを本当にどうもありがとう。ええ、感謝の言葉もありませんわ。以前は主人を、そして今度はマリーを。皆さんは
私たち家族の大大大恩人ですわ。いえ、そんな。それに今回は俺たちよりもここにいる彼女が一番貢献してくれたんです。すっかり怯えてしまっていたマリーを落ち着かせてくれて。マリー、あなたもしかしてそのお姉さんと一緒にいたいって言うんじゃ。心配しなくていいよ。マリーからサニータのことは大好きだって聞いてるからさ。のろけ話を散々聞かされて参っちゃうくらいにね。そうなのマリー。それじゃあそろそろシャーリーも帰ろっかな。お兄さんたちとも遊べたし、マリーとも知り合いになれたし、なんといってもとっておきを見つけちゃったしね。おい。またね。また近いうちに会えるかもしれないけどさ。なんだか台風みたいな子でしたね。台風というより竜巻って感じだったけど。たく、おじきももう少ししつけとけっての。まあ今回に関してはいろいろと助けてもらったし。できれば彼女にもお礼を言いたかったけど。とにかく君たち改めてお礼を言わせてもらうよ。このご恩は一生忘れませんわ。サニータからもお礼を言わせてくださいまし。どういたしまして。また何かありましたら遠慮なくご連絡なさってください。Thank you.